昭和33年台風第21号は1958年9月に関東地方に上陸した台風である。関東地方はこの台風の通過直後にも台風22号の襲来によって甚大な被害を受けた。進路図1958年9月9日、日本のはるか南の海上で台風21号が発生。 台風は勢力を強めながら北西方向に進み、沖縄の南東海上に達すると進路を北東寄りに転じ、四国、紀伊半島の南海上で次第に進行速度を速めた。そして18日には静岡県伊豆半島をかすめて神奈川県鎌倉市付近に上陸し、19日にはオホーツク海で温帯低気圧へと変わった。この台風は勢力が ピークに達した際には、中心気圧920ヘクトパスカルを記録しており、さらに18日に関東地方に上陸した時でさえも、中心気圧955ヘクトパスカルという強い勢力であった。この記録は、当時東日本に上陸した台風としては、1951年の統計開始以降最強の勢力で上陸したことを意味する。ただし、2004年には、 台風22号が中心気圧950ヘクトパスカルで東日本に上陸したため現在となってはこの記録が破られている。ちなみにこの台風の襲来直後に関東地方を襲った仮の川台風も955ヘクトパスカルで神奈川県に上陸している。この台風によって200から300ミリメートルの高雨があり、 その出水状態が完全に解消しないうちに台風22号が襲来して豪雨をもたらしたためにより大規模な水害となった。この台風により25人が死亡、47人が行方不明となったほか、111人が重軽傷を負った。さらに5648棟の住家が損壊し、48700棟が浸水被害を受けた。 ありがとうございます。